こんにちは。今日はローソンに行ってきました。今回買ってきた商品はこちらです。じゃん、新商品を6個買ってきました。リクエストをくれた皆様ありがとうございます。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。まずはじめに生チョコのもっちりとしたどら焼きを食べます。もうね、持っただけでしっとりしてるのがわかります。美味しい。安定のね、しっとりもっちりとした生地にクリームがすごく美味しい。ちゃんとチョコレートが濃いのに甘すぎないです。洋酒が入ってるみたいなんですけど、食べてて、うわ、洋酒臭いとかはないですね。チョコレートを深く感じる。それでね、クリームはもったり固めなんですけど、口どけはいいです。わー、これ本当に美味しい。名前通り、見た目通り。次はコクブカ生チョコパフェを食べます。まずは一気にすくって食べてみたいと思います。幸せの味だ。もうね、理想のチョコレートパフェです。なんかね、たまにパフェって、あー、これはいらないのにとか、あー、ここの部分惜しいとかあるんですけど、完璧です。生チョコクリーム、チョコソース、チョコムースって全部質感が違うんですよ。もたって感じだったり滑らかな感じだったり、それがね、口の中で溶け合ってね、本当に絶妙です。スポンジもしっとりしてて、口の中に入れると崩れていく感じ。あとね、アーモンドの食感がいい仕事してます。これがあるから濃厚なんだけど飽きないで食べれる。今度生チョコ食べてみます。なんて口どけのいい生チョコレート。しっかり甘くて、洋酒も少し感じられて、本当に美味しいチョコレートです。もはや生チョコレートだけ売ってほしい。さっきのどら焼きよりは甘いけど、クリームとチョコレートを堪能したい方はおすすめです。次はコクブカ生チョコ大福を食べます。表面についてるココアパウダーが多めでね、しっかりついてます。やっぱりローソンの大福は安定して美味しいですね。でね、中のクリームもそうだけど、周りのココアパウダーが甘くないので、大人のチョコレート大福って感じです。あとね、アーモンドではなく中にマカダミアナッツが入ってるので、カリッとかではなくシャックみたいな食感がいいですね。ローソンの大福ってお餅の部分が厚くてしっかりしてるから、チョコクリームを堪能するって感じではないかもしれないですけど、個人的にはね、大好きな感じでした。次はコクブカ生チョコロールケーキを食べます。多分これはパフェで入ってた生チョコと一緒ですかね。大人。前ローソンでチョコレートのロールケーキあったので、そんなに変わるのかなって思ったんですけど、全然違いますね。ほんと大人っぽい味。滑らかでね、スーッと溶けていくクリームなんですけど、甘すぎないです。この生地の部分もね、本当に美味しくって、とってもしっとりしてます。でね、軽い食感ではなくて、ふわもちっとした感じで中が詰まってるタイプの生地です。生チョコレート。やっぱりね、この生チョコレート、うわ、きついってほどではないんですけど、洋酒を感じるので、お子様にはちょっと向かないかもしれないです。まさにコクブカロールケーキ、美味しい。次はカントリーマームみたいなメロンパンを食べます。これね、せっかくなので半分はトースターで少し焼いてます。まずはそのままのを食べます。まさにカントリーマームの味がする。中の生地はね、しっとりって書いてあっても、やっぱりメロンパン独特の乾いた感じはありますね。でもね、この上のクッキーの美味しさが全てを帳消しにしてくれる。あとね、中にも大きなチョコチップ入ってるから、それもいいですね。上のクッキーの部分がサクッとなってね、美味しいです。次は焼いたものを食べます。美味しい。メロンパン焼くだけでこうも変わるかってくらい変わりますね。まずね、上のクッキーの部分はサクサクになって、香ばしさもプラスされるでしょ。でね、そのまま食べた時は乾いた感じと表現したこの中のパン、今はふわふわです。そこにチョコチップがとろっと溶けてね、もう最高です。もちろんね、好みは分かれると思うんですけど、私は焼くのをおすすめします。カントリーマームもメロンパンも好きだよって方はローソンへ行こう。最後、チョコ&イチゴのロールを食べます。これね、節分のシール貼ってあるから、恵方巻きみたいにこうやって食べろってこと。生地がね、しっとりもっちもちです。ホイップはね、よく菓子パンとかで使われるホイップ。毎回ね、このホイップの説明をするのにね、膜を貼ってるとか、自分でもなんて表現したらいいのかわかんないけど、そういうホイップです。伝わってくれ。でね、チョコチップがイチゴとチョコで入ってて、食感もいいです。イチゴはね、ちゃんと甘酸っぱい感じもします。本当にね、生地がしっとりもちっとしてて、癖がない商品なので、お子様にいいかもしれません。もちっと食感とチョコチップのアクセントが楽しい。ごちそうさまでした。ローソンの新商品、どれも美味しかったです。コク深だけあって、チョコレートとっても濃厚で美味しかったので、ぜひお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。サイナ、Twitter、Instagram もやってます。よければ、関連動画もぜひぜひ見てね。お餅で巻いたの、食感ロール、いちごミルク。安定のね、もっちもっちした生地に優しいいちごミルクの味。
優しい味なんだけど、ほんのりイチゴの甘酸っぱさも感じられます。これね、ずっと食べたくてやっと食べれました。よかった。